皆さんこんにちは、しほです。はい、今回はとってもリクエストいただきましたベビーカー徹底解説動画を撮っていきたいと思います。この動画はですね、プレママさんや、プレパパさんにも参考になるような動画にしたいなと思って撮ることを決めたんですけど、私の愛用しているベビーカー3台の徹底解説もそうなんですが、この動画を撮るにあたってインスタグラムでいろんなベビーカーをお持ちのママさんがフォロワーさんにね、多くいるので、インスタでね、たくさん声を集めました。で、今 4.2 万人いるので、約 4.2 万人に聞いたベビーカーの解説動画を撮っていきたいと思います。実際に今この動画を見ている中でベビーカーを買うことをいろいろ悩んでる方も多くいるのかなと思うので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。それではスタート。はい、ということで話したいことを事前にまとめてありますので、順番で皆様にお話しできればなと思っております。私のことを初めて知る方もこの動画ではいるのかなと思うので、事前にお話ししておくと、上の子がですね、今年の11月で3歳で、下の子が9月で1歳になるので、1歳10ヶ月差の男の子2人のママをしております。で、仕事をしているので2人とも保育園に預けて、で、今3台のベビーカーを所有しております。ベビーカー選びには住環境だったり生活環境が大きく影響すると思うので、私のこの動画は一つの参考資料として見ていただけると嬉しいです。メーカーの人でもないし、一人のママだし、皆さんからの感想だったりを共有して、口コミをここで聞くみたいな感覚で、米印個人の感想ですの内容になりますので、いろいろ私も調べたものではあるんですけど、そこは温かい目で見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ベビーカーの種類についてプレママプレパパさんも見ていると思うので、ご説明していきたいと思います。私調べにはなるんですけど、 A 型 B 型というものがあって、皆さんこれでどちらを買うかを悩まれる方が多いと思います。我が家は A 型も B 型も所有しています。 A 型と B 型の差というのは、使用期間3輪か4輪か、シングルタイヤかダブルタイヤか、やハイシートかローシートみたいな部分が皆様悩まれる部分かなと思います。 A 型か B 型を買うかっていうので、まず3000、一番最初に悩むと思うんですが、それも住環境や生活環境で大きく変化するものかなと私は思っていて、子供によっては例えば3000にベビーカー買ったとしても全然乗ってくれなかったとか、拒否で結局抱っこ紐だったみたいなお話もよく聞くので、もちろん絶対にね、ベビーカーが必要となるのであればベビーカーを買う必要あるんですけど、3000に無理して買わずに、3000最初は抱っこ紐で行って必要だなと思ったらベビーカーを A 型 B 型悩んで買うとか、 B 型のベビーカーは連れがね、結構上になってからになると思うので、ここまでは抱っこ紐で行って B 型のベビーカーだけ買って過ごすっていう方もいるなという印象でした。いろいろ皆さんのお声を聞いて、 B 型ベビーカーの方が安価であるので、節約にもなるし、無駄なく過ごせましたっていう声もいただいたので、 A 型を買うか B 型を買うか検討していただくのがいいのかなと思います。我が家はまず A 型ベビーカーを3000に購入しました。それがですね、登場させましょう。長男次男とも使っているので、ちょっと型は古めになってしまうんですけど、サイベックスのメリオカーボンを購入して使用しています。もうかれこれ長男が今年で3歳になるので3年目になります。まず私が A 型ベビーカーをなぜ買ったかというと、生後間もなくベビーカーを使う可能性はあったということです。あんまりなんか A 型とか B 型とか正直分かってなくて、とりあえずベビーカー必要だなと思って買っていたんですけど、最初赤ちゃん本舗に行っていろんな型をね、こう試させてもらいました。我が家は車を使う頻度も多いので、ベビーカーをやっぱ畳まないと車に乗せられないので、その時点で畳みやすさだったり軽さっていうのはすごく重視したポイントで、中でもやっぱ軽さをね、我が家は重視したかったので、このメリオカーボンは6キロ切っているんですよね。で、カーボンなのですごく軽いし、見た目もすごくスタイリッシュで、夫婦揃ってあ、これいいねって意見がね、あったポイントでした。で、このメリオカーボンはとにかく軽いことだったり、通気性が良かったり、ちょっとサイベックスっていうと憧れブランドでテレビ御用達っていう感じで憧れてる部分もあって、こちらを選びました。私がこのサイベックスメリオカーボンを決め手となったのはやっぱり軽さで、アンケートの回答の中でもやっぱりメリオカーボンの軽さに助けられましたっていう声だったり、メリオカーボンのこの収納力に助けられましたという声が圧倒的に多かったです。で、私自身もその2点に関してはもう共感できたポイントで、軽いので車に乗せる時もとっても楽です。決して
6キロ切ってといえどもまあまあの重さはあるので最初は慣れなかったんですけど、今はもうほんと2人のママとなって毎日ね10キロ前後の子供たちを抱っこしているのもあって筋力がついたので全然ね軽々持てるようになったんですけど、1人目生まれる前は全然運動もしてなかったし筋力に本当に自信がなくて、とにかく軽いものにしようということでこのメリオカーボンにしました。収納力ですね、メリオカーボンは本当に収納力が抜群です。で今リクライニングを一番高くしているのでこう横に一番倒せる、生後1ヶ月から使えるフラットな状態にしておくとちょっとここは詰めにくさはあるものも、これを立ち上げるとこんな感じでこう入れやすいしかなり収納力もあるので気に入ってるポイントです。それからこのシートのこの部分がですねメッシュになっているので、シート自体がメッシュになっているものって結構比較的少ないみたいで、通気性の良さも私は気に入ったポイントでした。畳んだ時に自立すること魅力的だなと思って購入しました。いろんなベビーカーのサイトを見ても結構これは文句なしというか割とデメリットが少ないベビーカーで、まあ、唯一言えば、まあ、価格が少し高めっていうところだけが難点だっていう感じに書かれてることが多かったので、ベビーカーの中でも割と高い方かなって思うのでネックになってくるとは思うんですが、本当に約3年使ってめちゃくちゃこれはね買ってよかったなと思っております。中でもデメリットがこれは片手で折りたたみはできないかなっていう感じです。私自身片手でもうできるぐらい使い込んでるので慣れてはきてるんですけど、面倒だなって思う点があるのでそこはちょっと唯一デメリットかなと思うのと、こちらは畳むんですけどこんな感じでね畳みやすいではあるものの、まあ、自立するしすごくいいんですけど若干こう幅が出てしまうのでちょっと自立して置いておく時とかは場所取るなっていうのは実際にあります。で開ける時もここ引っ張ってこうやってやるんですけど、もうね今はね慣れちゃってるんでいいんですけど、最初1人目の子産んだ時こうね慣れるのに時間かかったので、まあもっと簡単なものがあるから中でもちょっと複雑なのかなっていうのはあります。あとこのベビーカーなんですけど今は外向きにしてありますが、ここを押すとこんな風にここが外れるので、まあ、A 型ベビーカーの特徴ではあるんですけど対面式にもできるっていうのがポイントかなと。で私が使っているのは4輪のシングルタイヤです。皆様の声を参考にさせていただくと、3輪をお持ちの方も結構声をいただいていたんですけど、とにかく3輪ベビーカーは重たい、でも安定感がすごくあるっていうのと、あとメーカーによっては空気性のものもあるのでタイヤがだからこそサスペンションがいろいろ良かったりして安定感があるんですけど、ちょっとメンテナンスが必要だったりちょっと面倒なことも多い、あとはまあとにかく重いから車に乗る方は絶対に4輪の折りたためるものをおすすめしますという声が本当にね多かったです。3輪ってやっぱそれだけ重たいんだなっていうのを感じて、でなんかそれだけ聞くとすごいね3輪じゃなくて4輪の方がいいかなって思うこともありますけど、やっぱり3輪ならではの安定感だったり走行性の良さだったり、畳む機会が全くない人であったら道がねボコボコしてるところだったら絶対に3輪とかの方が安定するので、家の周りとかよく歩く道とかの道の環境だったりをあとは畳むか畳まないか選ぶのがいいのかなと思います。でも私はこのメリオカーボンを選んで本当に良かったなと思うし、私の周りも結構ベビーカー何にするのがいいかなって、私の後に出産した友達とかにもやっぱこれが一番だと思うって、とにかく収納もたくさん入るし軽いしストレスがね少ないよっていう感じで何人か紹介して買ってた子もいるぐらい私的にはメリオカーボン良かったなっていう印象です。アンケートした時に結構質問もいただいたんですけど、車をね私よく使うし、まあ、視聴者さんでも使う方が多くいらっしゃって、タイルドシートと一体型のものを外せてみたいなよくあるイメージ載せておきますね。これを悩んでるんですけど、私ね自身車をよく使うと思うからなんでそれにしなかったのっていう質問をいただきました。夫婦で1人目が生まれる時正直ねそれもね考えたんですよ。で実際に店舗に行って見に行った時に店員さんに
これすごく便利ではあるけど、子供が乗ってない状態であれ最初持つじゃないですか。だから軽いなって思う人が多いんだけど、実際に子供を乗せてみると、まあ生まれた時うちの子上の子とか3500超えてたので、まあまあな重さがあるし、子供が乗ってみると実際ね重かったりして全然使わなくなってしまう人もいますよっていう声をいただいて、私自身本当にねその当時は筋力に自信がなかったし、今となってはすごい腕力ついたなと思うんですが、筋力なかったので、あそれちょっと私厳しいかもなと思って私はねやめました。いやーなんか撮りながら話したいことがありすぎてまとまってるか不安なんですけど、では次、今 A 型ベビーカー私ご紹介したんですけど、 B 型ベビーカーご紹介していきます。E 型ベビーカー持ってきました。タイペックスのリベルです。こちらをご存知の方は非常に多いのではないかと思っています。 E 型ベビーカーではよく見るベビーカーですし、私も街を歩いていてとかショッピングモールに行ったりすると、あ、リベル使ってる人多いなってすごく感じるベビーカーの一つです。 B 型ベビーカーなので対面式にはできないっていうのと、このシートのリクライニングが少なめです。なので生後5、6ヶ月ぐらいから使えるものが B 型ベビーカーは多いと思います。とりあえず私がなぜこのリベルを買ったかを先にお話ししたいなと思います。リベルね結構カラー展開も豊富だと思うんですけど、超シンプルなブラックにしました。このリベルはとにかくコンパクトになるんです。ちょっと見せてください。これがめちゃくちゃコンパクトになるんですよ。こんな風に畳んで、ここからもう一個こんな風に畳めます。このサイズです。でこれも比較的軽い方ではあるんですが、実はメリオカーボン、先ほど紹介した A 型ベビーカーの方が軽いです。でもコンパクトさはこちらの方が勝っている感じです。で開ける時もすごく楽で、開閉が本当に楽なんです。こうしてホイってこれだけで開けられるので、結構一瞬で畳めるし一瞬で開けるっていうところが私的にすごくいいなって思ってます。タイベックスはちょっと先ほども話しましたが憧れブランドの一つかなと思うんですが、タイベックスなのに3万円前後の結構割と安価で買うことができるので、憧れブランドを少し安く購入できるっていうのもすごく魅力的かなと私は思ってます。で、まあ、見た目もすごくシンプルですのでデザイン性も良くて、あと B 型ベビーカーなんですけどすごく押しやすくて走行性も抜群なので、割と片手でも全然いけるぐらい押しやすいです。こういうグリップ最初どうかなと思ったんですけど、これ結構押しやすくて A 型ベビーカーもこれでもいいんじゃないかっていうぐらい私は気に入っています。デメリットを話していきたいと思います。先ほど結構収納力の話をしてしまったので、この B 型ベビーカー見てください。これだけです。結構収納力は少なめかと思います。まあ、B 型ベビーカーっていう時点で少なめではあるのは確かなんですけど、他のね方からのメッセージでもいただいたんですけど、リベルはこのキャノピーが結構短めなので、こう日を浴びてしまうっていうのもあって帽子かぶって私は乗せたりとかもしてます。で私はちょっと今外しちゃってるんですけど、こうギュッて押さないと結構姿勢が悪いので、ここにつけてガシャってできる姿勢をね補正できるアイテム楽天で売ってて、それちょっと下のリンクに貼っとくんですけど、それをやると結構しっかりギュッと背中が押されて姿勢良くなるので、アイテムないと結構乗った時の姿勢がガランってしちゃって姿勢悪いなって感じる体勢にはなってしまうので、その点だけ結構気にされる人も多いなって読んでいて思ったんですけど、ちょっと姿勢補正するもの公式のものではないんですけど使えるものがあるので、そういうのでちょっと調整してあげるのがいいのかななんて思います。 B 型ベビーカーしか買わない予定ですとか、 B 型ベビーカーだけにしますっていう方、 A 型はいらないっていう声も結構聞くと思います。私自身は対面で使いたかったりとか、まあ、生後1ヶ月から使いたかったっていうのもいろいろあって、この A 型ベビーカーを購入したんですけど、 B 型ベビーカーのみ購入されるのも全然問題ないなって思っていて、まあ、B 型ベビーカーの方が安いのでトータルしてかかる費用が減るっていうのもありますし、コンパクトなので収納がちょっと少ないなっていうご家庭とかもあると思うから、収納は本当にコンパクトになるので邪魔にならなくて、私はねこれ買ってよかったなって思ってます。で我が家のなぜ B 型ベビーカーを買ったかというのと、 A 型 B 型の使い分けについて話したいと思います。で我が家2人ともですねベビーカー拒否は基本的になかったです。なのでベビーカーを結構使う頻度が高かったっていうのも理由の一つにあるんですが、次男が生まれた時に上の子がまだ1歳10ヶ月で歩きは全然するんですけど、正直まだずっと歩けるかっていうほど体力も脚力も
もなくて、割と外に出てベビーカーなしで行っちゃったりすると結局抱っこってなってしまうことも多かったので、我が家は B 型ベビーカーを買う足すことを決めました。次男が生まれた時点では B 型ベビーカーはなかったから、次男を乗せた場合は歩かせるか、長男を乗せた場合は抱っこひもかっていう感じだったんですけど、ベビーカー拒否しないんだったらベビーカー乗せたいよねっていうのも夫婦で話していて、あとはですね、産後すぐは夫も育休中で家にいたのでベビーカーを押す人が2人いたんですね。それが結構理由の一つですけど、ベビーカー2台あっても大人が2人押せるので便利だなと思って買い足しました。これはコンパクトになるので、まあ、車の中に2台積み込んだとしても全然場所取らないですし、まあ、買ったとて畳んで収納しておけば全然スペース取らなかったので、そこまでこれを買うのにすごい悩んだかっていうとそこまで悩まず、長男もやっぱ次男だけが乗ってると乗りたいっていうのもあって、新しい環境ですごい戸惑っていうのを感じていたので、まあ、ストレスフリーな生活にしてあげるためにも、まあ、買おうということでこちらを購入しました。後ほど2人乗りベビーカーを紹介するので、ちょっとその話につながってくるんですけど、まあ、保育園の送迎はこのベビーカーに長男を乗せて次男を抱っこひもして歩いていくっていうスタイルを最初は取ってました。 A 型ベビーカーで行くのもありなんですけど、 B 型ベビーカーの方が横から見た時の幅があまりないのですごくコンパクトで周りが効くから、抱っこしてたり傘差しながら押したりっていうこともあるので、そういう時にはやっぱり B 型の方が小回り効いて使いやすくて、ワンオペの時は結構 B 型使っちゃうことが私は多くて、そんな感じで使い分けてます。6月ぐらいまでは抱っこひもしてベビーカーに長男を乗せて出かけるっていうのも全然ありで行けていたんですけど、真夏に差し掛かってく上でめちゃくちゃ暑くて、次男も蒸れるし私も蒸れるし、もうお互いにとってすごいストレスが増えてきて、もう8ヶ月ぐらいになっちゃってたんですけど、やっとこの後登場する2人乗りベビーカーを買う決断をしました。では2人乗りベビーカーをご紹介します。はい、3代目の登場です。加藤寺の2シーターというベビーカーになります。なんでこれにしたのっていう質問、買うか悩んでますっていう質問だったり、ご意見聞かせてくださいっていうのもうめちゃくちゃいただきました。我が家年子になるんですけど、年子兄弟育てている方、双子ちゃんなんかだともう持っている方もいらっしゃったり、歳差3歳差のママさんからも多く声をいただきました。もうね、私も正直なんでこれ早く買わなかったのって思うレベルに後悔しているので、今この動画を見ていて悩んでる方、ちょっと私の話を聞いて買おうっていう決断に至るのか、やめようっていう決断に至るのかちょっとわからないんですけど、ぜひ参考にしてほしいなと思います。まずなぜ買おうかと思ったかは先ほども話したんですけど、ちょっと抱っこひもに限界を感じたっていうところですね。もう暑い、この夏もうとっても暑いですよね。次男もびちょびちょになっちゃって汗もできちゃうし、私ももう着替えないとびしょびしょになってしまうぐらい汗だくで行ってたんですよ。もう6月でも結構ジメジメして暑かったですよね。これはね、もう買わないとこの夏乗り越えられないと思って、6月の終わり頃の楽天のお買い物マラソンで購入しました。正直買うまではこれ収納する場所どうしようとかいろいろ悩んだんですよね。2台も持ってるし、まあ、これを買う決め手になったのは、まあ、畳めて自立するっていうところが結構ポイントでした。加藤寺の2人乗りベビーカーって他のモデルの2人で GO っていうものもあるのかな。でそちらもあるんですけど、私はもうデザイン的にそっちはあんまり好きではなかったので最初から違うなと思っていて、もう一台悩んだのがサイベックスのハゼール S っていうやつかな。こう縦に2人乗りのもので、もう価格もこれの3倍ぐらいするのかな、ちょっと高いんですけど、見た目もすごいスタイリッシュで憧れるなと思っていたものの、やっぱりちょっと2人をこう乗せるのはうちの月齢では違うかなって思って、もっと早く購入するならガゼル S 買ってたと思うんですけど、もう結構次男も長男も成長してしまった段階で購入を決意したので、私はこの2シーターを購入しました。先ほども話したんですけど、これを決めた決め手がデザイン、2人乗りにしてはコンパクトになること、で前側は普通のシートになっていて、このベビーカーにこのシートをつけて2人前を向けるっていうスタイルにすることもできるんですけど、我が家はこのシート買ってなくて、後ろに長男が側を向いて座れるようなスタイルにしております。で、あとここに下にステップがあるので、このステップに立つこともできます。ステップに立って使うってことは今のところしてないですし、本人もあんま立ち下がらなくてここに座っています。ここがねガシャッと開くので、この下に収納があります。
収納もこれちょっと心の開け閉めがあるので少し面倒ではあるんですけど、まあまあ物が入るぐらいだと思うのでいいなと思ってこちらを購入しました。で、私結構デザイン重視することもあって、このブラックが良くて店舗限定カラーだったんですけど、楽天の店舗でこちらのカラーを買うことを決めました。ちなみにこれリクライニングもあるのでここまで下がるし、ここまで上げることもできます。で、畳んでみようと思います。畳む時はこんな感じです。結構コンパクトになるんですよ。ここに自立用のバーがあるのでこんな風に立たせることもできます。これがね結構私の中で大事なポイントで、これだけコンパクトになれば車にも乗せられるし、自立すればシューズクローゼットの中にしまってるんですけど、シューズクローゼットの中にも収納できるっていうところでこのベビーカーにしました。開けたり閉めたりも結構楽なんですよ、こんな感じで。嬉しいって言うなら、まあ、2人ペアにベビーカーなのでキャノピーがちょっと狭くて、次男に寄せると長男が結構当たってしまうんですよね、日差しに。必ず帽子をかぶせるのと、2人この夏乗せるときは次男側に、後で紹介しようと思ったんだけど紹介しちゃいます。この夏用のエアラブをつけて下から風が来るようにしているんですが、後ろ側はどうしてもつけられないので、ここにファンを、これをつけて長男には風が当たるようにして使ってます。あとは首にネックリングしたりとかしないと、ちょっとこの紐結構このキャノピーがね小さいから、そこだけデメリットかなと思ってます。で、収納もここ用なのですぐに物取れないしっていうので、まあ、リベルもそうなんですけど、このベビーカーバッグは絶対にここにつけて使ってます。走行性に関しては割と良いなって思っていて、ハイレックスのリベルとメリオカーボンに比べるとちょっとガクするなっていうシーンは正直あります。で、価格もやっぱちょっと安いので、そこはもう覚悟の上で私自身買ったからそこまで気になってはいないし、最初届いた時組み立てがあったんですけど、私一人で簡単に組み立てられるぐらいだったので問題なくすることができました。あ、ここ開くんだ、今知った。ここ開くんだ、ここ開くのでこうやって出すこともできる。私自身ちょっとこれはねまだ数ヶ月しか使ってないので使いこなしきれてないところもあるとは思うんですが、行動する上ですごくストレスが減りました。実際にこれに乗って新幹線と電車使って大阪旅行に行ったんですけど、その際もすごく大活躍しましたし、買ってよかったなって思ってます。このシートのカシャンってやるところあるじゃないですか、これがね少し面倒ですね。面倒、2つをこう重ね合わせてガシャってやらなきゃいけないので、他のサイベックスのものとか、まあ、他にのメーカーだとマグネットのものとかもあったりするので、この部分に関しては改良を求むっていう感じだなって思います。正直ね2人乗せたらめちゃくちゃ重いんですけど、重さあるものの抱っこひもして暑い中歩くよりは全然マシだなと思って愛用してます。私はですねこの2人乗りベビーカーを買ったんですが、質問でステップつければよくないですかとか、ステップつけるのになんでしなかったんですかっていうご質問をかなり多くいただいておりました。私なりの考えをお話しさせていただこうかなって思います。今持っているベビーカーに足乗せて立てるステップを購入されて使用する方も結構いらっしゃると思うんですけど、私もね正直悩みましたよ。2人乗りベビーカー買うとかさばるし邪魔だし、どうしよう、8ヶ月とかになっちゃったんで今更どうしようみたいな気持ちは正直あったんですけど、やっぱりママ友で2歳差育ててる子がいて、ステップを買った子がいるんですけど、実際に買って使った時に上の子がね立って乗るんですけど、やっぱバランスがうまく取れなくて転倒してしまったっていうのがあって、その転倒から上の子がそのステップに乗りたがらなくなって結局全然使ってないっていう声も聞いたりとか、あとはコメントでも結構いただいたんですけど、かさばるのと重いので旅行には不向きだと思いますっていうメッセージをいただきました。我が家多分2人乗り使ったりするのって旅行の時だなって思ったんですよ。なのでかさばるっていうのは私たち夫婦の中で違うかなって思ったのと、そのバランスをうまく取れるかっていうところの不安もあったのでこちらにしました。ちなみにこれも立つことはできるので、まあ、ステップ風に乗ることもできるんですけど、まあ、なんせ幅取るし、そこで悩まれる方もいらっしゃると思うんですけど、ワンオペママさんからはやっぱステップはすごく助かりますっていう声多かったですね。2歳差とか年子兄弟だと結構ステップは
難易度上の子乗るの高いのかなって思うので、まあ、3歳差とか2歳差でも2歳後半差っていうか、まあ、結構2歳でも月齢によって違うと思うので、ここら辺を重視するのとか、その子の身体能力とかもあるし、うちの子はね難しいだろうなって思ったのでやめたんですけど、考慮した上でステップ買うか考えるのがいいかなって私は思いました。本当にね、私はこの2人乗りベビーカー買ってよかったですし、ぜひちょっと参考にしてほしいです。私の今話した内容だけじゃ足りなかったら、コメントだったり DM だったりで残してください。できるだけ回答できるものを回答しますし、既にベビーカーお持ちの方のママさん、ぜひコメントでいろいろアドバイスだったりご意見いただけると皆さん参考にできるかなと思うので、よろしくお願いします。ベビーカーアクセサリーについて結構聞かれるので、そちらもお答えしておきたいと思います。先ほどちらりと出てきたんですけど、ベビーカーバッグですね。これはめちゃくちゃ愛用しています。こちら側にウェットシートとか入れられて、中もこんな風にたっぷり入ります。で、両サイドにペットボトルとかを入れられるような仕切りがあるので、まあ、ドリンク買ったりとかした時にも使いやすくてとっても便利です。夏場は本当に大事ですね。エアラブ、こんな感じのカラーです。今年買い足しましたね。エアラブの今夏バージョンを今ご紹介するんですけど、冬バージョンを持っています。こちらもね、冬になったらまた使おうかなと思っている便利アイテムになります。で、この夏場はすごく愛用しているこのクラゲファンですね。ここにもついているんですけど、このクラゲファンはいろんなところにつけやすいので風を当てるようにしています。それからレインカバーですね。なぜこちらにしたかというと、全機種対応って書いてあったので使いやすいのかなと思ったのと、このメリオカーボンでやりたいと思います。キャノピーをして、はい、こんな感じになります。クリアファイルみたいになってるのでよく見えるので、子供が乗った時に外をね、雨の日でも楽しめるし、しっかりすっぽり入るので下の収納の部分も濡れずにいけます。で、ここもしっかり入られます。で、ここに空気の穴、開け閉めできるようになってて、私開けて使ってますね。ここに荷物を積む場合は、もう荷物をでっかいビニール袋とかゴミ袋入れて、この中積んで、抱っこ紐して、片手傘さして、いつも行ってます。こういうフックも楽天で買ったものをつけてます。このね、メーカーが多分有名だと思う。こんな風に2つついてる。で、同じこのブランケットとか挟むやつも、つけてます。で、こっちの2人乗りの方に今はシューズクリップですね、靴用のクリップ、これシルバーにしてるんですけど、これつけていて、こっちにもこういう、これはの方が安かったと思うのと、ランキング上位だったので、これは安くてもいいかなと思って、こっち安いの買いましたね。はい、ということで以上が我が家にある3台のベビーカー紹介でした。で、最後に皆さんから結構いろいろ質問だったり、みんなに伝えたいから伝えてくださいというご意見をたくさんいただいたので、ちょっと共有させていただきます。三輪を我が家は持ってないので情報を教えてくださいっていう投げたんですけど、運ぶ可能性がある人はマジで三輪をおすすめしないですっていうメッセージを多くいただきました。あとは三輪バギーを使っていたけど安定感はあるけど重たくかさばるし、何より対面ができないっていうので、生まれたてでこう散歩、最初外気浴で外に出ると思うんですけど、その時にこう赤ちゃんの顔を見ながらこうやって行くのが母になったなって感じる瞬間だったりするので、それがちょっと心残りでしたっていう声だったり、二人乗りを買ったけど車に乗せられなかった、計算外だったっていうのもいただいたので、ちゃんとこの畳んだ時の幅とかサイズ感は必ずチェックして買ってくださいっていう声だったり、フルダイドがメインとなる方は折りたたみがしやすいものだったり軽いものを絶対おすすめしますっていう声をいただいています。三輪ベビーカーを使ってます、小回りが効かず場所も取りますが安定性はありますとか、縦の二人乗りは喧嘩になると先輩ママに言われて横にしましたっていう方もいらっしゃいました。今んとこ我が家は喧嘩にはなってないんですけど、これから先起こるのかなっていうちょっと不安があります。メリオカーボンの軽さに助けられましたとか、あとはベビーカーで横にスライドできるっていうものがあるんですよ。どこのメーカーだったかな、私も結構それカチャン本舗に行った時にこれ結構いいですよ、人気ですよって言われてみたんですけど、実際に全然使いませんっていう声とかもあったので、本当その住環境、生活環境、車に乗るかとか乗らないとか、電車が多いのか、抱っこ紐で行きそうなのかとか、いろいろ含めて皆さん参考にしていただけたらと思います。
ています。少しでも参考になったら嬉しいです。今回紹介したアイテム概要欄に貼っておくのでぜひチェックしてみてください。もしもねこの動画好評だったら別のアイテムでも語れることたくさんあるのでシリーズ化しようかななんて思ってます。ぜひ皆様のコメントお待ちしております。ということで今日も見ていただきありがとうございました。それではバイバーイ。